笠間城は茨城県笠間市のスケ白山にあった日本の城である。江戸時代には笠間藩の藩長が置かれた。鎌倉時代、この地域は新言州の昭福寺と徳造寺の勢力争いが盛んであり、両寺院の僧兵たちが争っていた。劣勢であった昭福寺勢が下屋守宇都宮頼綱に援軍を求めたところ、頼綱は老いの笠間寺屋を派兵した。 ジ朝は、元休二年、徳造寺の僧兵と戦うための拠点として、助白山山麓に、ふもと城を築城し、徳造寺を打った。ところが、ふもと城の規模があまりにも大きかったため、味方のはずの昭福寺の僧兵までも時朝に敵対した。ジ朝は結局昭福寺と徳造寺を滅ぼした後、上級元年、1219年、堅固な城をス城頂上に築城した。 これが、笠間城の起こりである。その後笠間氏は十八代にわたって、笠間を治め、南北朝時代の五代、笠間安しや寿司朝の時には、南朝に属して、勤労の兵を挙げ、北朝の佐竹義春の攻撃を受けたが、牢城戦の末これを撃退している。天正十八年の小田原征伐の際、十八代、笠間綱家が、宗家の宇都宮氏に逆らい、 同戦役後、宇都宮市に攻められ滅亡した。その後、一時宇都宮市が支配した後がもう里成が入場し、この合成の手により、食方形状閣に回収されたと考えられている。慶長後年石ヶ原の戦い後には、松井松平家が入り、その後小笠原氏が入ったが開役されて、ついで、戸田松平家が入り、そして、長井氏が入った。その後、 戸山大名の浅野氏が2代、井上氏が2代、本城氏が2代、再び井上氏が3代入った後、牧野定道入場以後廃藩まで、牧野氏8代が居城した。助白山山頂の天守桑を中心に、東から北にかけての山腹に、角を重ねる。天守桑及び大手道には、関東の城郭には珍しく、石垣が多用されている。天守桑には、 天守台が設けられ、二重の天守が建てられた。主閣部は天守ぐるわから、本丸、二の丸、大手門にかけての各軍により構成されるが、北方の谷に面した尾根城にも横堀を伴う複数の角が存在する。また、本丸南方にも横堀が存在し、東端は縦堀となって山麓に向けて下る。巨壇は、スケハク山の北、東山麓に置かれた。 天守は二重で、時は国笠間の白絵図では、天守グルワにその姿が描かれているが、具体的な外観や構造は分かっていない。笠間城の明治廃城後、解体を受けた天守の溶材は、スケ氏の大神社の廃殿に使用されている。中井人氏は、天溶材を使用したという廃殿の状態から、天守をそのまま改築して作ったものと推測している。また、田中義彦は、調査によって、 天守は一区幻村する八幡グラとほぼ同一の構造であったと推測している。山上の遺構はよく球体を止めており、一部に後世の手が加えられているものの、石垣、堀などが残る。山独居間部の保存状態は必ずしも良くないが、現在すけ白山陸公園として整備され、公開されている。建造物の遺構としては、 本丸やあ大城にあった八幡ただい櫓が新清寺に移築され現存し、笠間城櫓として茨城県の文化財に指定されている。また、薬員門形式の城門二棟が市内の民家に移築され現存する。ありがとうございます。